これ最近思っているのはですね、松屋って味噌汁つくじゃないですか。味噌汁マジ熱すぎね。やばくない？あの熱さ。もう火傷するからね、マジ。もうちょっと考えて、松屋さん。マジで俺は火傷したんだ、あれね。はじめはい、ってチャンネル。ということで、今回はですね、サルスポーツパーク横浜に、来ております。サルスポーツパークで、まあ、セアにもあるんですけども、ほんと、ユッティチャンネルはもうね、サルスポーツパークさんにすごい、もう、本部で抱っこしてもらってますから、イベントとかね、レンタルコートとかぜひ、行ってみてください。よろしくお願いします。まあ、ここのコートといえばね、もう、やつだよ、やつ。え、フリーが俺だよ、フリーが。やつです。やつが。あります。はい、あっちでーす。リュウちゃんで。この出てる頃には YS の対談が出てるから。そうですね。はい。はい、今回は、あっちいろいろ教えても来たし、勝負もしてきたから、今まだ、ユッティチャンネルで、チュートリアルをしてないテクニックを、まず俺がチュートリアルします。それを、あっちもやる。やる。はい。難しい。はい。わかって、いつも見てきて。あと、リュウチャンネルね、概要欄に貼ってます。まあ、頑張るって言ってるけどね。こちらです。じゃあ行ってみたいと思います。レッツバボラ。よし。よろしく頼むぞ。はい、じゃあ今回やる、テクニックチュートリアルなんですけど、ユッティステップ。これユッティオリジナルです。僕がやってきたテクニックのドリル練習。まあ、ラボバーとかセルフドンバーとかね、あると思うんですけど、それが、90% 入ってます。あとの 10% はちょっと飾りで、参考にさせていただいたのは、僕のね、チャンネルによく出てる、ダブルタッチのイッシーさんのね、アビードードステップの真似をしたって言ったら真似だね。真似だよ、真似。真似なんですけど、まあ、ここらでも考えたのは僕なので、ちょっとそれをやりたいなと思います。で、ちょっとまず見せますね。これです。あつしが後ろで無理無理。でちょっと一個一個分解するね。まずさらし、一回さらします。さらしたらラボバボール引いて止めて縦にトン行ったら片足でやるセルフトン引いてこのままセルフトンで止めたらステップオーバーシーザース終わったらダブルタッチ2回でカットイン止める。次ステッピングトン次セルフトンやったらカットイン止める最後はダボナエラシュどういい感じですできるいけますユッティでーすよいいよサラスラボバーおいあ次せ あ違いますセルフトンパまで OK セルフトンパしたら次ステップオーバーそうでシーダースでダブルタッチ2回タターンタターンでカットイン止めるステッピングトンパそうでセルフトンパでカットインラボナイダシコで終わりお思ったよりいいね嬉しいもう全然できないと思うすごいねやっぱ頭いいからさすが慶応卒じゃあちょっと今のほら俺が今さ助言したからさ、はい、なしでやってみようダブルタッチがあでステッピングトンパステッピングトンパができないんだよなできてたよドゥーンって飛ぶそうそうそうでセルフトンパそうカットインでそうそうもう一丁だね難しい難しいわい違いますステッよしはいうまい、いいね、いいね。ステップオーバー。ゆてぃみが深い。全部小さくてもいいから、小さくやってください。小さくていい。まずはこの一通りのステップの流れを覚えてください。
さらしてラボバ立っていくセルフトンパステップオーバーシザースダブタッチダブタッチカットイン止めるステッピングオーバーセルフトンパカットイン止めるどこだいらしくどこがあれなんですか。やっぱステッピングトンパからのセルフトンパがむずいと思います。ステッピングトンパは舐めた足で飛んで僕だと右から左に行くんですけど舐めたら飛びます。ピョンピョンって飛んでこの着地する前に左足で止めて着地してこのまま流れでセルフトン。分かんない人はセルフトンパもステッピングトンパもあります。イエティチャンネル。ラボナイラシコか。難しいの。むずいっす。止めてるんじゃなくて一回自分に引き込んでからパンパンでなるべく三角形を描く。ボール引くパンパン三角形これが縦に行かないように。あとはムチのようにパンパン。はいはいはい、いいよいいよ。自分に引いてみ。引いてからタンタン。そうで今多分軸をさそのままでやってるじゃん。引いたら一回軸変えていいから。そう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 。すげえタッチするな意外とうまいんだよな。おいい、それでいきたいね。はい、ゴーラスト。うまい。うまい。いいよ。いいよ。いいよ。来たよ。最後の締めだよ。これ大事だよ。いかがでしたでしょうか。今回ですねゆってぃステップではなくリズムプッシュステップをやってみました。いかがでしたか。いやーいつも通り難しいは難しいんですけどこれまで教わってた部分があったので比較的できた方ではないかなと思います。できてた。はい、びっくりした。あるわ、すごいね。初めても狙われたけどダブルマイナーしかできてない。はい、あれは聞いたことない。はい、すごい。なんか私でもこれ本当物の10分しかやってないんですけどこれぐらいできちゃうって言って小学生で大人の方もちょっとなステップの練習ってやっぱ頭の体操にもなるので、ウォーミングアップでぜひゆってぃステップやってみてください。で、このチャンネルが良かったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ゆってぃチャンネル。今回はね、多分タッチ得意だと思う。サッカー系。あー、そういうの待ってました。これと、やってそうだね。